おはようございます。やんちゃです。2024年5月18日土曜日の朝です。タイマー15分。はい、お願いします。ちょっとね、体力の限界っていうかあの無理なので、ちょっと今日運動とけん玉お休みね、はい、別に雨降ってるわけじゃないんですけど、はあ、というのも昨日でルビー会議2024が3日間の会期を終了しましてですね、はい、今日からは帰り道っていう感じになるんですけど、沖縄から鹿児島に行くフェリーがですね、2日に1本しか出てなくて、でまあ今日出るっちゃ出るんですけど今日の朝5時とか5時半とかだからちょっと無理でしょ、のんのどう考えてもだから今日明日かな、今日明日はちょっと沖縄で土日過ごして、明後日のあれですか、朝5時半のフェリーに乗って鹿児島に行こうということで、今日は名護市の方に向かってるんですよね今、はい、で名護市の方に宿を取ってるので、そこにチェックインするんですけど、まあ、せっかく名護市の方に行くんであれば、あの沖縄の有名な水族館、美ら海水族館というやつに行こうかなと思って今向かってるんですが、あまりにも疲れすぎててちょっと休み、はい、安全に行くために休み向かってるところです。はい、マジできちんと休まないとやばいこれあ、はい、昨日の振り返りしますか。昨日がですね、ルビー会議3日目、わしが見たやつをちょっと上から順番に見ていきますか。昨日はですね、コミッターズ&ザワールドっていうやつが最初にあって、それは毎回恒例のイベントなんですけど、ルビーコミッターと呼ばれる、いわゆるルビーを作ってる人たちですね、作ってる人たちが壇上に全員集まって、まあ、全員っていうかルビー会議に来ているコミッターたちが全員集まって、今後のルビーの課題みたいなものをですね、その場で話し合ったりとかする、そういう会でしたそれを見てました。何かな、あのフローズンストリングリテラルのマジックコメントみたいな話、それをマジコメなしでデフォルト挙動にしたいみたいな話で盛り上がってた気がしますね。まあその他にも様々なトピックで盛り上がってましたけど、なんかソースコード中に出てくる文字列に関してなんか切ったり貼ったりとかっていう操作をできないようにしておく方が、まあ様々な場面でなんていうんですか、効率が良かったりするので、そうしたいと。で切ったり貼ったりするためには切ったり貼ったりできるモードみたいなやつに切り替えると、マイナス単光演算子のマイナスかなんかをつけると、それが切ったり貼ったりできるモードになるとそういう挙動に、今はファイル単位でフローズンストリングリテラルっていうマジックコメントだったと思うんですけど、追加するとなるんですよ。はい、ただ例えば何千ファイルもあるようなプロジェクトで全てのファイルにそれをつけて回るのが嫌すぎるみたいなそういう話があって、それでなんかね、マジコメをつけないのをデフォにしたいみたいな、そういう話をどうやらしてるっぽい。まあそういう時代が来てもおかしくないですけどね。はい、切ったり貼ったりがデフォじゃないとね、切ったり貼ったり気軽にしてる人たちが困るから、互換性がなくなっちゃうから、それはどうなんだろうって、わし、まあ
思いますね。マジックコメントはね、その挙動にしたい人がそのようにオプトインでそうすればいいだけなので、そのままでいいんじゃねとは思うんすけどマジコメをそんなつけるの何がそんなにめんどくさいんだろうってわしは思うんですけどね。どうなんでしょう。はい、というのと、次がですね CDN コンテンツデリバリーネットワークっていうんでしたっけ CDN。 あの古くはっていうのもおかしいんですけど、アカマイとか、あのファストリーとかクラウドフレアとか、まあ、ああいうなんかウェブというか HTTP でアクセスするときのそのアクセス先ですね、アクセス先の分散みたいな、世界的な分散みたいなものがまあ主なユースケースだと思うんですけど、なんていうんですかね、サーバーでアプリケーションが動的に返答を返すとかっていう必要がないのであれば、いや、あったとしてもあったとしても、その皆さんがつなぎに来る、つまりドメインを解決してつなぎに行った先ですぐにつなぎに行くサーバーですね、そのサーバーがいろんな仕組みを使って世界のさまざまなところに分散してれば、つなぎに行く人が自分の近いところにつなぎに行けるから、まあ、早かったり、まあ、キャッシュされてるから、まあ、さらに早かったりとか、とにかく早かったり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 するのが、まあ、この CDN の、まあ、主な機能だと思うんですけど、最近なんかこの CDN の上でそのなんていうんですかね、画像とかをキャッシュしといてスッと返すっていうのが今までの用途だったのに対して、なんか動的な機能みたいなやつも CDN のいわゆるエッジと呼ばれるつなぎに来た人がロケーション的に近い部分にあるサーバーっていうんですかね、そこでアプリケーションも動かしちゃおうみたいななんか流行ってんですよね、なんかね。それを Ruby でやろうっていう、 RubyWasm で、なんか昨日一昨日とか言ってましたっけね、あの RubyWasm って言ってたじゃないですか、 WebAssembly ってやつですね。 WebAssembly をその CDN 上で動かすと。で、今まで結構 WebAssembly って言ったらブラウザで動かすっていうもんでしたけど、これは CDN で動かすと。なのでまあブラウザでも Wasm が動くかもしれないし、CDN でも WASM が動くしっていう、 WASM と WASM が通信してWASM だけで解決するみたいな、もっと重くてなんか重厚長大なアプリケーションはもっと裏側に鎮座していて、でかいデータベースとかそういうのを使った処理はそっちに任せて、細かいやり取りはブラウザと CDN で WASM でやり取りしちゃえばめちゃくちゃ早いじゃんみたいな、そういう世界が来そうな雰囲気ありますよね。はい、そういうの見てました。あとなんだっけ、赤黒儀っていうデータ構造を使って Ruby のインスタンス変数のあれですかね、探索を早くしましたみたいな話だったと思いますけど、それも見てました。はあ、この人は毎回こういうなんていうか基本的なコンピューターサイエンスの技を使ってまだ最適化されてない部分をコツコツ最適化してる人で、すごい人だなっていつも見てます、うん、はい、次がですねスーパーファミコン、あの任天堂のスーパーファミコンっていうゲーム機が、まあ、わしが小3ぐらいだからもう30年以上前になりますか、30年以上前にあったと思うんですけど、その上で Ruby を動かすっていう話なんかレトロゲーム機で Ruby を動かしたい人結構いるんですね、たくさんね。昨日は一昨日か、一昨日はあれでしょ、任天堂の Wii か、一昨日か、1日目ですね、1日目に Wii を Ruby 動かしたりしてる人いましたけど、それのスーファミ版みたいな、ちゃんとしかもスーファミのゲームを作ってましたからね、
実機で動いてるところを見せてくれましたけど、すごいちゃんと動いてるって思ったこういうレトロゲーム機の CPU を Ruby で動かすっていうのも面白そうですよね。ちょっと興味が湧いてきました。私もで次が自分、あなたの自分だけの正規表現エンジンを作ろうみたいないややばーって思ったけど、正規表現っていうなんか文字列が特定のパターンに合致してるかどうかを調べるための仕組みっていうのが、まあ、プログラミング言語にはよく使われるんですけど、それの処理系って普通のプログラミング言語の処理系に加えて正規表現用のなんていうんですかね、バーチャルマシンみたいなやつを用意しなきゃいけないっていう仕組みになっているっぽくて、でそれをどうやって作るのかっていうか、あの簡単なものを自分で作ってみることによって、まあ、仕組みが分かるので、仕組みが分かった方が嬉しいでしょっていう、そういう話でしたねまあ仕組みが分かった方が嬉しい、それはそうはい、まあ、本当に簡単なものならこういう感じで作れるんだっていう、はい、入門的な感じのセッションでしたけど面白かったですね。はい、次がですね、基調講演一番最後ですね、マッツの、はい、基調講演見てました。マッツっていうのはそのプログラミング言語 Ruby を作った張本人ですね。いつもは1日目の最初とかにキーノートやってると思うんですけど、基調講演はですね、ですけどよいしょ、今回はですね、なんかなぜか分かりませんが、あれですね、最後に、はい、締めくくりの基調講演としてやってました。というのもなんかちょっといつもと違う特別な雰囲気の基調講演でしたね。はい、今 Ruby ってバージョンが 3.3 で、今年のクリスマスには 3.4 になる見込みっていう感じなんですね。なんですけど、ま、3.0 になってもう5年とか経つわけですね。したらば、ま、そろそろメジャーバージョンが上がってもおかしくないっていう話ですね。でじゃあいつ4にするのみたいないつ4にするのっていう話が今回初めて出てきたので、それがみんなうおーって言ってましたね。1日目にネームスペースっていう機能についての発表があったんですけど、それまだ Ruby には入ってないんですけど、それが Ruby に入ったら4にしようかなっていう話でした。どうやら昔から考えていた未来の Ruby の姿、それがなんかもうここ最近の開発でですね、未来にこうなってるだろうと思い描いた部分はほとんど実装されていて、あと何が足りないんだろうみたいな話だったんですけど、ラスト1個ネームスペースが実装されるとほぼほぼその何十年か前にですね、思い描いた理想の Ruby みたいなものになるので、そこでメジャーバージョンを上げたいっていう、なんかいい話でしたね。はい、それで締めくくりっていう感じでした。いやー、なんかすごいいい Ruby 会議だったの毎回思いますけどね、すごいいい Ruby 会議でしたね。ちょ、腰痛いちょ、はぁ、どう座っても腰が痛い、はぁ、やば、へぇ、そんな感じでしたね。面白かったな。なんか Ruby 会議終わった後アフターパーティーっていうやつがあったんですけど、アフターパーティーはもう申し込み不要で誰でも入れるんですけど、なんかのれん街とかいうなんか2階建ての屋台がたくさん詰まった建物みたいなやつを貸し切りにして、まあ、みんな飲み食いし放題ですみたいな感じになってたんですけど、あれ良かったですねはあ、そこでなんか飲み会っていうか、まあいろんな人と挨拶しながらなんか Ruby 会議を振り返ったりとか、あとネームスペースすごいですねっていうもう入ることが規定路線な上に、入ったら
Ruby が4になるのやばくないですかみたいな話をしたりとかですね。あとはいかにピコルビーがすごいかとかピコルビーをなんか広めたいよねみたいな。ピコルビーで電子工作がめちゃくちゃ簡単になるとどういうことができるかって言ったら、あのスマートリモコンとかの自作とか結構簡単にできると思うんですよね。そういうのを、まあ、みんながカジュアルにできるような感じにできたらいいんだろうなって思ってます。わしでもできれば、なんかやんちゃでもできるんだったらわしにもできるかもみたいな人が増えてくるかもしれないじゃないですかこんなゆるい感じで始められるんだとしたら、なんか面白そうだしやってみようかなって思う人がいるかもしれないと思ったら、なんかわしが先陣を切ってやっていきたい。先陣は切ってないんだけど、なんて言うんですかね、はい、やっている姿、ピコルビーで電子工作をなんか本当にくだらないものを作ったりして広めていきたいなって思ったんですよ。はあ、みたいな話とかいろいろしてましたね。あと何かな、面白かったのはなんか来週の勉強会で Ruby 会議の振り返りをするので、 Ruby 会議の時の予定、どういう風に旅をしてどういう風に帰ったかのなんか旅行記みたいな発表をしませんかって言われて、来週ですかみたいなまだフェリーの上にいるかもしれませんねあのやり取りはちょっと面白かったなって思いました、はい、そんな感じですね。そういう感じで9時半とかぐらいまでそののれん横丁みたいなところでワイワイしてましたね。でその後が問題ですよね。その後なんかやんちゃハウスの、まあ、わしが滞在していた宿がやんちゃハウスっていうんですけど、まあ、わしが作ったからやんちゃハウスなんですけどやんちゃハウスの近くにあるクラブを一つ丸々借り切って、でそこで Ruby Musics Mix In っていう、ミュージックスミックスインミュージックミックスインっていうイベントが行われていて、夜9時とかから朝の4時までやってんのやばくないですか朝4時までやってんのマジでやばいんだよな。でもなんか朝の4時まで行っちゃってやばかったんですよね。いや何回か抜けてなんか途中でご飯食べたりとかはしてたんですけど、なんか沖縄はステーキが名物みたいになってて、夜中飲み疲れた人はステーキを食べるっていう風習がここ最近生まれてるらしいんですよ締めのステーキっていう文化が昔からあるわけじゃなくて最近流行ってるらしい。だからそれに乗っかってステーキを食べに行ったりもしてたんですけど、まあ、そういうの抜きでも最終的には4時までいましたね。はい、で帰ってきて8時ぐらいに起きて、帰ってきて寝て8時ぐらいに起きてチェックアウトの準備して10時にチェックアウトして、じゃあ名護市に向かうかって言って今この道の駅にいますあれ、わし今道の駅にいますって言ったっけ言ってない気がする。マジでちょっとね疲れてるさすがにミュージックミックスインに4時までいたのはちょっと失敗だったなと思って、いやでも4時までいて成功だったなとも思うんですよね。はあ、どっちだよって思うと思うんですけど、失敗であり成功でもあるんですよね。はい、失敗と成功はなんて言うんですか、排他的なものではなくて4時までいてしまったことは失敗かもしれませんが、4時までいたおかげで得た体験は成功でしたよ。はい、それはね、はい、しょうがないですよね。別々の観点なので。はあ、ああもう話がとっちらかってる自覚がある。よいしょ、今いるのがよいしょ道の駅巨田
っていうところです。よいしょ、すごい良い、なんだあのうるさい軽トラはすごいいい景色だと思いませんか。超いい景色ですね。あっちの方かな、名護は。あれが名護ですか、あの山が途切れてるとこ、あの辺が多分名護市だと思うんですよね。あそこに向かってますと。でさらにあっちの方かな、さらにまた山が生えてきたあたりが美ら海水族館のあたりだと思ってるんですけど、勝手に。あと30キロとかそんなもんですかね。はい、行ってこようかな。なんかご飯でも食べて、はい、あそこはなんかご飯屋さんっぽいんで。よし、じゃあそろそろ終わりますか。カチャ、はい、よいしょ。じゃあバイバイピー